トレーガンは1994年から2003年までプログレッシブロックバンドのキング・クリムゾンに所属し、ウォーギターとチャップマンスティックを演奏していることで知られるアメリカのミュージシャンである。テキサス州出身で現在はワシントン州シアトル在住のガンは7歳の時にクラシックピアノを弾くことで音楽人生をスタートした。音楽への関心はエレクトリックベース。 エレクトリック及びアコースティックギター、キーボード、そしてタッチギターなど様々な楽器を通じて広がっていった。オレゴン州有人に移住し、オレゴン大学でクラシック音楽作曲の学位を取得しながらパンクバンドで演奏した。その後、ニューヨークに引っ越し、そこでプロのミュージシャンとしてのキャリアを始めた。彼は、 ギタークラフトの学生として創設者のロバート・フリップとしばらく時間を共にし、ロバート・フリップザ・リーグ・オブ・クラフティ・ギタリストのレコーディングに参加した。1988年から1991年まで彼はもともとフリップ・フリップというバンドプロジェクト名であり、2度目のツアーからはサンデー・オール・オーバー・ザ・ワールドとなったバンドで、ーヤ・ウィルコックス、ロバート・フリップ、 ポール・ビーバスと共に、チャップマン・スティックの演奏を担当し、イギリスとヨーロッパでのツアーに同行した。このバンドは1991年に1枚のアルバム、ニーリング・アット・ザ・シュラインをレコーディングしリリース。同じ年、サンデー・オール・オーバー・ザ・ワールドのラインナップで、東野のソロアルバム、オフェリアズ・シャドウを録音し、そこでもガンはスティックを演奏した。プロデュースは東野によるものだったが、彼女は後に、 ガンの3枚目のソロアルバム、ザ・サード・スターでゲスト参加することとなる。1992年、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本をツアーするデビット・シルビーアンとロバート・フリップの共同プロジェクトに参加するよう依頼された。このバンドはアルバム、ザ・ファースト・デート、アルバム、ダメージをリリースした。この期間に、ガンは最初のソロアルバム、千年の夢をレコーディングしている。 1994年、ガンはキングクリムゾンに加入した。キングクリムゾンでもチャップマンスティックを演奏し、その後、多様なタイプのウォーギターを演奏し、トニー・レビンとタイになる位置でダブルトリオの一員となった。1997年にキングクリムゾンはプロジェクトとして知られるより小さなユニット活動に移行した。ガンはフリップと共に、 プロジェクトのすべての公演やレコーディングに参加した。1999年に、キングクリムゾンは4ピースバンド、エイドリアンブリュー、フリップ、ガン、パッド、マステロットというラインナップになった。2003年のザ・パワーとビリーブツアーの後、ガンはクリムゾンを脱退した。足掛け10年の間に、キングクリムゾンで33枚の CD、2枚の DVD に名を連ね、 何百もの公演に参加してきた。ガンは、トゥール、プシファー、ロバート・フリップ、ショーン・マローン、ゴーディアン・ロット、デビット・シルビーアン、バーノン・リード、ジョン・ポール・ジョーンズ、エリック・ジョンソン、イタリアの歌手、アリージェ、アザム、アリ、マット・チェンバレン、マイケル・ブルック、ビル・リー・フリン、ハーモニック合唱団のデイビッド・ハイクスなど、多くのミュージシャンとパフォーマンスやレコーディングを通じて共演している。 また、彼は、トレーガンないし、トレーガンバンドのリーダーとして、ソロアルバムを数多くリリースしている。ウォーギターのような幅の広い楽器を使って、仕事をしてきたために、何年もの間、ガンは、肉体的な影響を受けてきた。これは彼に膝を交差して、水平位置でギターを演奏させるように仕向け、また、合気道の練習へと導いた。2003年、ガンは、 マルチメディアグループのクオーディアを、ジョー・メンデルソンと共に結成、以前のプロジェクトよりも多くのボーカルを打ち出し、ボーオンギターの比重を少なくしていった。2004年、彼とパッド・マステロットは、キンモ、ボーヨーネンとサムリ・コスミネンとのコラボレーションを開始し、それぞれのデュオ、TU とクラスターを合わせて、KTIT を編成した。2012年には、ピーター・ガブリエルの楽曲を演奏するグループ、 セキュリティプロジェクトで、ジェリー・マロッタと働き始めた。シアトルを拠点とする、ナナディ・メディアというレーベルの運営を手助けするだけで、なく、現在は、ソロ作品、映画とテレビのスコア、クリエイティブなプロセスでアーティストを指導すること、及びマルチメディアプロジェクトを構築することに時間を割いている。サンデー・オール・オーバー・ザ・ワールド・デビッド・シルビー ロバート・フィリップ・キング・クリムゾンプロジェクト TU ケイティット・セキュリティプロジェクトその他の参加アルバムありがとうございます。